レオバチストンこと、レオナルド・カリール・レオバチストンは、ブラジル・サンパウロ州・サントス出身のサッカー選手。中国サッカースーパーリーグ、武漢タクシカ足玉クラブ所属。ポジションはフォワード。スペイン国籍と、イタリア国籍も保持している。サンパウロ州・サントスに生まれ、少年時代には、ネイマールと共に AA ポルトゥゲーサでプレーした。16歳の時に、 スペインのラーヨ・バジェカーノの下部組織に入団したが、間もなく、肝炎を患い、医者の父親が待つ故郷に戻った。スペインサッカー連盟は、レオのラーヨ復帰を認めず、2009から10シーズンは、テルセーラ・ディビションの CD3、フェルナンド・デ・エナレスに、レンタル移籍した。2011年夏のプレシーズンは、ラーヨのトップチームに帯同し、バジェカス・サカズキのスポルティングで基本戦で、 トップチームの試合に出場したが、その試合で鎖骨を負傷した。2011から12シーズンは、セグンラ・ディビシオン B の B チームでプレーした。2012年夏のプレシーズンもらうよのトップチームに、大同した。8月25日のレアルベティス戦で、ニッキー・ビリー・ニール戦と2トップのコンビを組んで、公式戦デビュー。2分にドリブルからのクロスで、ピティの得点をアシストし、 62分には決勝点となる得点を挙げる活躍を見せた。夏に就任したばかりのパコヘメス監督の下でレギュラーに定着。9月16日のアトレティコ・マドリード戦でも得点し、10月の RCD エスパニョール戦では2得点を挙げたがチームに勝ち点をもたらすことはできなかった。11月3日のマランが CF 戦ではピキの得点をにアシストし、 翌節のセルタデビー5戦ではシーズン5点目を決めた。11月24日の RCD マヨルカ戦では87分にミドルシュートで先制点を挙げ89分にはドリブルからアンドリア・デリバシッチにアシストを決める大活躍を見せた。2013年6月3日アトレティコ・マドリードへの移籍が決定。しかし出場機会に恵まれず 2014年1月11日、レアルベティスにレンタル移籍した。2019年1月31日、中国サッカースーパーリーグの武漢卓史か、足玉クラブへの移籍が発表された。ありがとうございます。